聖地巡礼横浜。うわあ。新太郎バーガーです。新太郎バーガー、うん、今しんちゃん足熱いって粉っぽいパン。注文どうぞ。あ、お願いします。フカヒレの姿煮の 35g、 ベキンダッキー4枚、クラゲ1つ、あと牛肉チャーハン、牛肉チャーハン、豆苗の飲み物、以上でお願いします。あのお水セルフですね。はい、じゃあお水セルフじゃんけん、勝ちで行く。勝ちが取りに行く。でも多分一人じゃ無理だから、一番勝った人の右隣、最後一番勝ったら俺、うん、最初はチャーンだよな。絶対そうだよ。今のはそうだろ。最初はチャーン、じゃんけんぽい。最初はグー、はい、ぽい。はい、これしょ。俺だね。お水でございます。あ、マジであくまでもお腹いっぱいになるための動画じゃないから。そうだよ。そう。俺本だったらもっと食いたいもん。あ、しみだな。そうだよ。最初何食えるか当てよう。いいよ。絶対あれだもん。絶対あれだもん。俺も絶対あれだと思う。せーの。豆苗炒め。なんで？あ、でも気になった。動画で豆苗炒めが一番最初に来たから豆苗炒め。じゃあさ、それ来たの食べな、来なかったら食べれないんでしょ。じゃあ豆乳炒めちゃってないよ。できなくて。じゃあ豆乳炒めでしょ。豆乳炒めでしょ。だから豆乳炒めが一発目に来たら3人やから。北京ダックが先に来たら俺が北京ダックを食べる。うわ。それ食べたいで言った方が良かったな。じゃあストロー刺す人たちが豆乳炒め。勝つ。ちなみに水って細っ。うまいね。下ばっかりからちょっと違う。あんま味はしないよ。まあ水だから。でもさ、ちょっとこのストロー細すぎへん。私関西弁でんの。やっぱ関西人だから。あ、関西人だから。え、知ってた？鍋って方言だったの。そうだよ。そうだよ。そうだよ。でしょ、小学校ぐらいから聞いたことある、うん、そうだよ。知ってた。こっちの方だよ。え、それ全国共通かと思ってた。なんとかダメ。豆知識と同じぐらいやめちゃう。え、知らなかった。知ってた。ダメって聞き方違うんだ。知ってた。あ、じゃんでもさ、ジルも使うじゃん。ダメ。なんとかダメ。ダメ。それがあれなのかどうか。すみません、あれ、この4人誰なの。誰、わかんない。なんかこの4人。あ、そう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 。あ、これです、これ、これで。ストーン、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 ストーン。これジャニー、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 有名人、有名人。そう、だから今あのなんか女のお母さんもこのこの写真持ってきた。あ、そう。それで来ました。それで自分たちでやっぱ言うんだね。言うんだね。有名、有名、有名、もう有名。名前はストーン、ジャニーズ。読み方はストーン、ストーン、ストーンですね。トーン、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 伸ばし棒、伸ばし棒。あ、これか。それです。ストーン、はい。ストーン、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 せーの、ストーン。あ、これで一人じゃ無理だ。どの人なの。僕にね、座ったね。あっちで食べてるよ。うん。ちょっと。あっちで。ちょっとおたかつを始めていいですか。ああ、いい。あとちょっとパワーが。あ、無理です。無理です。ようこそここへ遊ぼうよ。あ、さ、位置あれしたらいけんじゃない、こうやって。なんかストーンだけでしょ。はい、うわーでしょ。あ、めっちゃ大きい。スラメリングレイパーストでしょ。まあ今、今、画面上にいないからね。今から出てきました。クキレだ。クキレだ。はい。こちらは深いよ。深キレです、これは。こちら深いよ。はい。カクラゲでございます。すごい入ってるね。誰も入ってる。じゃあ、一旦さ、クラゲ食いたい？今日はクラゲです。クラゲ食べない。クラゲ食べない。クラゲ食べない。
全然合わねえ。全然合わねえ。これはストーンズとは倒すぐらい合わねえ。俺クラゲ食いたいの。結構こっちからいけるから。じゃあ回すわ。そっち回すわ。ありがとう。せーの、せーうわ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 うこちらフカヒレでございます。いただきます。フカヒレ、コリコリしてる。え、俺フカヒレ初めて食べた。うまい、うまいわ。大体なんかフカヒレスープとかさ、あのスライスしちゃうからコリコリさが伝わらないんだけど、フカヒレを1本でこうやって食べるとコリコリさがめちゃめちゃね伝わるんですよ。美味しいんだろうけど、別に自分から頼まないかな。え、美味しい。いや、美味しいよ。美味しいだよ。透明感出てるな。あー、うまっ。じゃあ俺ちょうど牛肉チャーハンが目の前だから、ちょっと食器食べにしちゃうわ。黒チャーハンいいよね。うまっ。牛肉のチャーハン、マジで。クラゲってクラゲの頭の部分どこなんだろうね。そう、これじゃない？頭でしょ。頭ない。ガチクラゲなのこれって。うん、そうだよ。そう考えたら気持ち悪いね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。美味しかった。美味しかったな。まあ次に行きますね。とりあえず小籠包かな。最後は。そうだね。ちょうどいい時間が来たね。ありがとうございます。はい。終わったとこ。お疲れ様です。お疲れ様です。これうまそうだよ。ちょっと待って、食べさせようか。じゃあ、ありがとう。あ、やばいよ。熱いよ。食べる。マジで。最悪。ああ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 あ熱いって。やだ。熱いよ。俺涙出てたから今。やばいな。うまっ。いいよ、食べて。味が濃い。サクサクね、味が濃い、うん。こっちの方が美味しい。いろんなのマジ。あ、しんちゃんが言ってたこの甘酢がいい。うん。おい。はい。はい。はい、始まりました、こういうのが。持ってた、はい、持ってた。持ってた。見てください、こいつらです。なんで俺撃つの？かわいそうじゃん、それは。こいつら、この二人すごいじゃん。これ実行犯、実行犯。下がサクサクしてた。生ますか。あとデザート感覚に、リックダルトとチャーシューマン。チャーシューマンはもういい。チャーシューメロンパン。チャーマンのさ、最悪だよ。口から出たさ、やつがさ、俺絶対無理だ。いや、無理とかの問題じゃないじゃん。出ちゃってる。これがここでの最後のご飯。違います、ご飯じゃありません。ご飯じゃない。あ、違う。俺はお差し入れのね、 お土産。あったかい。無難のね、エッグタルトからじゃ。まあ、結局エッグタルトの方がいいんだよ、多分。いきます。あったあった。まあ、うまいよこれ。まあ、めっちゃうまい。あ、音いいね。普通にうまい。なんか、中にルーローファンが入ってる。で、よかった、俺ルーローファン嫌いなんだよ。外が、マジルーローファン。ルーローファン肉の甘辛みたいな感じ。うまそう。あ、うまそう。あ、あ、おい、苦手でしょ。ルーローファンっぽくない？よかった、エクタルトで。
まあ、差し入れで行くならエッグタルト、エッグタルトとフカヒレまん。やっぱ疲れた体に甘いものだから、まあ、とりあえず終わりじゃないんだよこれ。あ、そっか、移動だから俺ら金鳴らすのが終わり。金鳴らし終わり。まあだからゆっくり向かって、そうだね、行きましょう。カルパチョです。ということで着きました。えい、赤レンガ倉庫すごい。でこれの裏に金があるから、そこはまあちょっと一番最後なんで。はい、最後にね、ジェシーたちが言ってたココリコがね、ちょっと事前予約が必要で、撮影のできなかったんで、飲んでたマンゴージュースはね、変えたね、変えた。このおっとだ、あれがジェシーたちが鳴らしてた金だね。だどういうペアで鳴らすかよね、もうこう来たら。中熱節をさ、あれ対処しようよ。イジセンだとさ、なんでだよ。中熱節あるのかちまでな。お前ら飲み行くと絶対喧嘩するんじゃん。いや、まず俺とチョロから行くか。そうだね。そうだね。触んね。触んね。どうして。やめろ。おい、やめろ。仕方なきゃしてるよ。それでは、お願いいたします。やっぱジェシーとコーチはあ、これ触るんじゃない、だから結ばれた、普通にガチャ結ばれた、すごい、坂乗ってる、すごい、だからくっつくように乗っちゃうんすよ。触んな、マジで、ほんとにマジで、やばお前、また戻って、え、意味わかんない、金鳴らしたばっかじゃん、マジくっさ、だるマジで。ちなみにこれ、フラカのやつが座っても真ん中に滑んないらしいな、しょどうかな。ちょっと気持ち強いとか真ん中に行ってる。そんなことない、するかなと思って。あ、なってる、なってる。結ばれたぞ。あ、やばい。